北米トヨタは2023年型ハイランダーを発表しました 102.4L のガソリン、またはハイブリッドが選択できます。改良の目玉は高効率な 2.4L ターボ。トヨタハイランダーは米国における中型 SUV セグメントにおいて6年連続で売上台数1位を記録している。 そのハイランダーが今回2023年モデルにおいてガソリンエンジンを一新するとともに、全グレードにおいてより大きなマルチメディア画面をはじめとした装備を追加する。今回新たに採用された高効率な新型 2.4L ターボエンジンは、265PS の最高出力と 42.7kgM の最大トルクを発生する。 この最大トルクは従来の 3.5LV6 ユニットから17%もの向上を果たしている。さらに新設計のバランスシャフトを採用することにより非常にスムーズなフィーリングを実現したとのことだ。燃費に関しては以前の V6 モデルと同じ 10.2km パーリットルとなっている。しかしノックスの排出量は50%以上低減。 また CO2 の排出量も削減することに成功したという。この新型ハイランダーのターボモデルは最大で2.7トンの牽引能力があり、VSC を使用してトレーラーの不要な動きを抑制する装置を備えている。AWD は2種類設定。2023年型ハイランダーには、ハイブリッドとガソリンからなる2種類のパワートレインが用意されている。 ガソリンモデルでは FF または2種類の AWD が選択可能だ。L、LE、XLE などにオプション設定される AWD システムでは最大50%のトルクを後輪に伝達することができる。上位の XSE、Limited、Platinum ではドライブモードセレクトとトルクベクタリング機能を備える。 よりパフォーマンス指向の AWD システムが与えられる。これは前後だけでなく後輪左右のトルク配分を積極的に管理するものだ。また高速走行中など AWD システムが不要な場合はプロペラシャフトの回転を停止させ、後輪への駆動力配分をなくすことで燃費向上に貢献している。 このシステムは単にスリップに反応するのではなく、電動パワーステアリング、スロットル制御、シフト制御、トルク配分などをシステムが一元的に管理することであらゆる路面状況に対応するものだ。4台に1台が HV システム出力 243PS。また、米国において販売されるハイランダーの4台に1台がハイブリッドモデルだ。 その交渉燃費は 15.3km キ per リットルだという。このハイブリッドシステムは 2.5L の4気筒ドアエンジンに2機の電動モータージェネレーターが組み合わされている。システム創出力は 243PS であり、1 5 8 7キログラムまでの牽引が可能だ。後輪の駆動には独立して取り付けられた電気モーターが使用されており、 シームレスな動作により高いトラクション性能が発揮される。バッテリーは2列目シートの元に搭載されており、荷室やキャビンの広さは犠牲になっていないようだ。走行モードはエコ、ノーマル、スポーツの3段階が用意される。さらに低速かつ短距離であれば電気のみで走行できる EV モードも使用可能だ。ドライバーの声を後席スピーカーに。 この2023年モデルでは、全グレードで快適な居住空間を追求したという。インテリアはドアトリムからインストルメントパネルまでスティッチを施されたソフトなパッドで仕上げられている。ハイランダーは以前から静かな乗り心地を売りにしているが、今回高強度の TNGA プラットフォームの採用により、その水準がさらに高められているという。 会話に支障をきたす周波数帯のノイズを抑えるため、リミテッドやプラチナムではサイドウィンドウに遮音ガラスが採用されている。そしてドライバーの声を後席のスピーカーから流すシステムにより、後席の乗員との会話も容易になったとのことだ。また安全装備も抜かりないトヨタセーフティセンス2.5プラスが標準装備され、 数々の最新運転士技術が盛り込まれている。そして3列全てにサイドカーテンエアバッグが取り付けられ、軽ギャッツのエアバッグを装備する。トヨタはユーザーがより大きなスクリーンを求めていると考えている。それに応えるべく、上級グレードのリミテッドとプラチナムには12.3インチのディスプレイが2つ、標準装備されている。 さらに利便性を高めるべく、電動格納式のエクステリアミラーやワイヤレス充電なども標準装備となった。これら上位2グレードに加えて中間グレードの XLE や XSE にはハンズフリーのパワーリフトゲートが装備されており、手が塞がった状態でもリフトゲートを自動で開閉することが可能だ。2室に関しても十分な広さが確保されている。 三列の座席をすべて使用した状態でも 453L。分割加藤式の三列目シートを倒せば 1370L の空間が広がっている。さらに二列目も倒せば 2387L まで広げることができる。またキャビン内は3ゾーンのクライメートコントロールが備えられ、全乗員が快適に過ごせるように工夫されているとのことだ。 スポーティグレードは専用チューン。スポーティーな XSE では、オールブラックの専用20インチホイールに235、55R20 のオールシーズンタイヤが装着される。さらにこのグレードではハイレートなスプリング、リアスタビライザー、低摩擦ショックアブソーバーや専用チューンの電動パワーステアリングによりスポーティーなフィーリングを実現しているとのことだ。 そしてフロントマスク、グリル、ロアスポイラー、ヘッドライトなどは XSE 専用のものが採用されている。さらにルーフレール、ミラーキャップ、ウィンドウモールなどはブラックアウトされたほか、ツインエグゾーストによりクールさが演出される。インテリアにおいてはブラックのソフテックストリームのシートやカーボン調子上げの、 インストルメントパネルによりスポーティーさが際立てられているとのことだ。